ブラス、ニュービル、ここはズレができた中で高島スリーポイントなりました。ゴーダの今回り方ですよね。さあここを守って高島連続できました、木下ブラウンのピック、木下落ちて竹内が弾いた、これも絡んでますからね、うん、高島スリーは決まった、ね、今日3本目もちろんそうなんですけど、この木下選手あるいは中村選手もそうなんですけど、うん、やっぱりあのいい相乗、さあ3点リードの大阪、ブラウン高島へ、ここはスイッチ高島決めた、今もう川崎の目って多分もう2桁11点目です。ジャニング落ちて、さあ高島が走る、木下もう一度高島、おお、ここは真ん中駆け抜けました、選手に行き始めてるから、はい、そうなってくると今度周りが絶対開けますからね。ボールは中村、藤井がルーズボール、ジャニング、いや藤井、いや中村、ニュービルです。ショットクロック、あ、リセットされていますね。スリーポイント、高島ストップジャンプショットは、うわー、決めたー、キャッチアウトシュート、8本すべて成功、高島ジャンプショットすべて決めています、8本すべて成功、いいですね、いいも何も、うん、どうしようもないですよね、いいしかない、いいしかない、はい、他に何の言いようもないですからね。アギラールランナー落ちた、ドブラス リバウンド、ドブラス前、あら高島スリーポイント、おお、今日最も開けてはいけない人がドフリー、23点目、